国道384号は、長崎県五島市から長崎県佐世保市に至る一般国道である。五島列島の主要な島である福江島と中通島の幹線道路であり、航路を経て九州本土の佐世保市に連絡する。佐世保市内の距離は483メートルに過ぎない。起点の五島市富江町から時計回りに、福江島をほぼ一周して、福江港に至り、 中通島では、奈良尾港から有川港まで島を縦断するルートを走る。古島の主要産業である農林水産業や観光を支える循環道路として重要な路線に位置づけられている。福江島の国道384号区間は、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選にも選定されている。かつて、佐世保市内において、 主要地方道長崎県道11号、佐世保日の松浦線との交差点では双方向とも、交通量が多いのもかかわらず信号機がなく、しかもすぐそばに、松浦鉄道に九州線の踏切があり、大変危険な状況であった。現在は、松浦鉄道の線路が高架化され、信号機も設置されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り。五島列島は山が海岸まで迫る地形のため交通路の発達は阻害され、西端に位置する福江島を周回する国道384号は、かつて島の西海岸に一部普通区間があり、海上交通を頼る地域であった。1964年から西海岸の玉野浦町、荒川三楽町高浜間に5つのトンネルが、 掘削されるなど、離島振興によって、前線にわたって、周辺環境に配慮した道路改良が行われたことにより、国道384号が、福江島を周回するようになった。道路改良以前は、島の地形に阻害されてきたため、島内の各集落は孤立と自給自足の社会となっていて、主要産業である農林水産業も大きく遅れていたが、道路改良後は、 地域住民の生活環境が地球的生産から商業生産へと変化している。長崎県五島列島の主要な島々である福江島と中通島を経て九州の佐世保に至るため2カ所の海上区間がある。それぞれの海上区間は九州商船のフェリーによる航路で結ばれる。一般的な海上国道は起点、終点の端点が 他の一般国道の路線と交わるが、国道384号では、起点孤立の端点となっている数少ない路線の一つである。2005年度平日24時間交通量、五島列島の地形は、人口海岸として、特徴的で複雑な海岸線と瀬戸を形成しており、再開国立公園に指定される美しい景観に恵まれた地である。山が、 海の近くまで迫っているため、道路は海岸線の狭い定地をへばりつくように走る。福江島の西海岸沿いの道は、夕日の絶景スポットでも知られ、日本最盛端の温泉地である、荒川温泉や、東、シナ海に面する高浜海水浴場、豚泊海水浴場がある。トンネル起点から、ありがとうございます。